はい、小鳥です。今日ははま寿司さんに来ました。で、ここはま寿司さんは平日は一皿、100円のお皿が90円となっております。で、今日来たのが平日なんで一皿90円で、食べれました。でも贅沢握り寿司だけは、元の値段ということで、最初はマグロから食べました。いや、赤身のマグロは美味しいです。で、ここ醤油入れる、お皿がないんで、まずは一皿食べた空いたお皿で醤油のお皿を使いました。で、二皿、サーモンですね。脂の乗ったサーモンは最高です。次はネギトロですね。で、今回の動画も食べ放題同様、タッチパネルでの操作してるとこや、何にもしてないところは全部、カットということで。で、サンマ、これ自分大好きなんですよね。はま寿司さんじゃなくても他の回転寿司でサンマの握りがあると結構テンション上がります。カニ味噌ですね。ちょっと早送りなんで何食べてるかちょっと伝わりづらいですけど、ちょっと動画が長くなるんでちょっと早送りで、お送りします。で、今回橋の席だったんで、わりかし落ち着いて食べれましたね。結構中央の席行くと、ジロジロ見られるんでね。でもやっぱり真正面の席の子供がいたんですけど、あ、YouTuber だって言われました。アナゴです。いや、アナゴもしっとりしていてとっても美味しいです。で、今回、20皿で、まとめました、一山を。いや、最近本当に暑くなったり寒くなったりが激しくて、体調の変化に慣れないですが、元気にやってます。で、あとこの間自分足激痛に襲われたんですよ。で、最初も絶対痛風だと思ってたんですけど、違ってて本当に良かったです。もう痛風になると大変ですからね。自分一時期尿酸値がすんごい高い時期があったんで、もう足のかかとだ、親指なんですけど、もうボンボンに腫れてたんですね。もう これは痛風だと思ってて、病院行ったら膿が溜まってただけで、膿を除去して、今は元通りに、なりつつある感じで、本当に良かったです。二貫食いもやってみました。
いや回転寿司の動画一回やってみたかったんですが、40皿ですね、40皿完食しました。であとまあよくコメントで、まあ今もそうだったんですけど、手が汚いっていうコメントもよくあるんですけど、まあこれ今やってる、そうですね、仕事でまあよくつくんでちょっと落っことしちゃいました。まあよくまあありがちではないですねそのお皿を落とすのは。ちなみに落としたのは炙りサーモンです。あで話があれなんですけど、そうですね、自分手が結構カサカサになりがちなんで、一回汚れがつくとちょっと落ちにくくなるんですね。いやもうお寿司たくさん食べれて幸せなんですけど、その反面やっぱり食べ放題じゃないんでね、もう直にフルに来ますからね、値段なんて言ったらいいんですか、お金がねいやでも本当にはま寿司さんもそうなんですけど、100円皿のお寿司ってすごい美味しいですね。やっぱりえ60皿目ですね。やっぱり自分はま寿司さんで一番美味しいと思うのはやっぱり今回サンマですね。自分サンマが結構好きで、ちっちゃい頃によくサンマの刺身とかよく食べてたんですけど、本当に美味しいんですね。サンマ焼いても美味しいですし刺身にしても美味しいですね。であと結構自分服のコメントもよくあるんですけど、これはただ単に持ってる服がないからです自分まああと気に入ってるのもあるんですけど、自分食べ物でも、他のものでもそうなんですけど、一度ハマったらそれしか興味持たない感じがあるんで、傾向があるんで、まあしばらくはこの服ですね。まあ夏になったらまた半袖とかになるんですけど、いやもうちょっとこの辺からもうビビりつつなってきますね。もうこの辺で普通にいくらぐらい、もう6000円ぐらいいってますからね。もう最近動画のネタにもう困りつつあるんですね。今回何やろうってまず考えるんですね。
でやっぱり行き継ぐのがやっぱりもうお店行ったりとか、あとは自分家でなんかあの買い出ししてそれを食べるみたいな感じになってるんですけども、やっぱり自分本当に大食いの YouTuber あの憧れてたんですけど、まあ、いざ現実にやってみると本当に大変さが分かりますね。だからそうですね、一番憧れてる、あ、ということで今回ちょっと80皿でやめましたっていうのも、ちょっとデザートが気になってたんで、ちょっとこっからは握りを160貫食べて、あとはデザートタイムで、まあ合計今回90皿食べるんですけど、でこれいちご大福、これ美味しかったですね、本当にもっちもちで、あと自分いちご大好きなんで本当美味しいですね、甘くて、で中にあんこも入ってるんで美味しいですね。でいちごのショートケーキ、自分ケーキの中でショートケーキめっちゃ好きなんですね。いやめっちゃ好きっていうか一番好きなんですね。幸せですね、いちごのショートケーキは。で次はチョコレートケーキ、まあ、チョコレートケーキも自分嫌いではないんですけど、まあどちらかといえばまああまり食べないですかね。やっぱり自分本当にあの甘々なやつが大好きなんで、でこれはミルクレープ、ミルクレープも美味しいですね。これは生クリームが入ってたんですね。で次はこれチーズケーキですね。チーズケーキも生地がしっとりしていて、であと濃厚な感じで美味しいですね。別にこれちょっと名前忘れちゃったんですけど、パイナップルになんか生クリームっぽいのが、乗ってました。でメニュー見てもちょっとなかったそうですね、名前がなんて書いてあるかちょっと忘れちゃったんで、まあ、パイナップルの生クリーム添えということで、まあ、これは美味しいですね、パイナップル。でこれは、普通のパイナップルです。で次はプリンです。いやプリンもいいですね。お寿司食べた後のプリンも最高です。で次は、三色団子で、これ団子の中にあんこが入ってて、そうですね、変わった感じの団子で美味しかったです。でここでデザート9皿だったんで、あと1皿アイスクリームを頼みました。でこれは待機中です。まあ、待機中はこんな感じですね。はい、ということで、浜寿司さんのアイスクリーム浜アイスです。でバニラ味で、他にもバニラ、チョコ、抹茶がありました。
や締めのアイスもいいですね。あの大食いやってる時に途中でアイスってなんか挟みたくなるんですね。なんでか知らないんですけど。はい、というわけで、バニラアイスも完食ということで、はい、というわけで、完食しました。でまだまだお腹的には余裕はあったんですけど、まあやめました。ちょっとこれ以上食べると金額がね半端ないことになりますから。はい、というわけで、90皿、完食しました。というわけで本日もご視聴ありがとうございました。